はい、お立ちできる方はお立ちください。ハレルヤ、主のしもべたちを褒めたたえよ。主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえまで。主の皆は褒められ
私の言葉に全ての祝福があると幸せます。あなたは言葉に立ち、また試しの時にとどまり、忍耐を持って対応していきなさい。この暗闇の中に輝くものは私の言葉であり、また暗闇の中で導くものは私の言葉であると主は教えます。末さらに熱心に私の言葉を求め、その言葉によって歩みを全うしてきなさいと主は教えます。信仰の忍耐は貴重なものであると主は教えます。末へ試されているものを感謝をし、私を崇めていきなさい。私の言葉に立ち続ける中で、信仰の忍耐を通しての主の勝利を見よう。私の言葉があなた方を作り、また世界を作ったと主はされます。私の言葉は力強く、またあなた方に働いていくと称されます。私の言葉は真実、また私の言葉はその通りになっていくと称されます。私の言葉に立ち続け、私の導きに従ってきなさい。日々語られる言葉、また週ごとに語られる言葉、また新しい年に語られる言葉を受け取れるように、さらに祈り続けていきなさいと称されます。言葉に立つことを通して、あなた方の信仰を持ち、また忍耐を持って信仰を用いていきなさい。私は言葉の真実性をさらに深く表していこう。God's working for my good。God's working for my good, for my good, for my good. God's working for my good. Yes, He did it. God's working.天皇様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通し学ぼうとしています。生ける神主が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。